やっぱりあの喧嘩売ってきてるやつに書いてずっとまだ残ってますね。まあこういう動画、さっきの撮影のさっきと同じナンバー出たり入ったりずっとした神戸530と1075、この辺も同じでしょうね。神戸582と1035、この辺の木はものすごく邪魔、この木は残しておかなければならないっていう発言をした人間を調べた方が早い。